香港非馬足球会は、香港元明らにある、香港プレミアリーグに属する、プロサッカークラブである。元明らの熱心な人士によって組織され、チーム事務所、宿舎、練習場等、すべて元明ら内にあり、引退した選手は、区内の健康増進活動への参加や、区内の企業への再就職圧戦がなされている。2008から09シーズンより、 香港港組に参加している。2012から13シーズンにより、チーム名が、天水学い飛バ速球体から太陽飛バ速球体に変更され、2015年に、現在のチーム名に変更された。チーム事務所、宿舎、練習場等、すべて元明楽内にあり、その名の通り元明楽に根付いている。また元明楽内の各種社会活動も行っている。 2008年8月3日の南下線では、区内の住民を無料で観戦に招待した。またユースチームや職員も全て元明らくないから募集している。クラブは、若年層のファンを重視し、2008年からスクールツアーと称する学校巡回事業を行っている。学生にサッカーの楽しみを伝えるのみならず、若年層のファン獲得により、 チームの勝利への原動力とするものである。当初は元明大球場をホームスタジアムとしていたが、現在は左官拡大球場がホームスタジアムとなっている。大穂と太陽飛馬は2000年代に入ってから発足した地域密着型クラブで、大穂は大北区の太陽飛馬は元明区の代表である。両チームともに新海をホームタウンとしていることから、 新海ダービーと呼ばれている10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。